朱印線がまっすぐ行くと、11月3日文化の日配信ということで、祝日バックとなっております。昭和22年までは明治節という名前の祝日でした。名前が示すように明治天皇のお誕生日だったのが11月3日。ちなみに明治天皇の諱は睦仁。私は不遜ながらも勝手にシンパシーを感じております。現在11月3日が文化の日と呼ばれるのは日本国憲法が公布された日と習っております。そしてそれは事実ながら、なぜこの日に新憲法の公布がなされたのかといえば、高山正幸先生なんかは GHQ の嫌がらせだよと、マッカーサーの嫌がらせだよなどと言っております。まあ世界ではよくあることで、相手国の大切な日を踏みにじるような行為、そうやって未来永劫その日を貶め恥ずかしめ続けてやるーんとかね。ただ我々日本人はこれはこれそれはそれと考えられるんで、文化の日って何なのかなって考えて辿っていくと、あ、明治天皇のお誕生日でもあったんだって気づく。むしろ全く関係ない人にしとけばいいのにななんてね。まあまあおかげさまで明治から大正、昭和、そして平成と世代が変わっても、文化の日ってなんだろうググってやれってね、ググると、あ、なんだ明治天皇の誕生日だったんだって気づく日本人がいる。まあまあ結果オーライ、ありがとう真っ赤さ。まあ冗談はともかく、今年は明治から数えて150年、そして平成も間もなく終わろうとしております。平成とはどんな時代だったのだろうかと考える西村光雄先生の講演会が10月27日に開催されました。私も末席の方にちょこんと参加させていただき、意気ずうずうしくも西村先生にですね、これ喋っちゃっていいですかと、抜け抜けとお願いしたところ、いいですよ、宮城さんのフィルターを通して感じたことを伝えてくださいなんてね、ありがたくご許可いただきましたので、今回はこの10月27日に行われた平成日本の敗北と全体主義の襲撃、この講演の模様をですね、私というフィルターを通してお届けしてみようと思います。まず西村光雄先生の基調講演から始まり、続いて石井望先生の尖閣諸島は昔から日本のものだったよーんというお話があって、ここでですね、もう目から鱗がボロボロボロっと落ちるような、いやそうだよね、やっぱりそういう視点で見なければいけないよねっていう気づきをいただきました。続けて岩田英也先生が平成という時代を朝日新聞とともに振り返っています。徳永新一先生のお話なんですが、これね、実はちょっと泣きそうになりました。そして最後におまけとして私がちらっとだけお話ししております。この流れで特別講演を振り返っています。あくまで私というフィルターを通してのお話ですので、ここら辺にですね、あくまでも個人的感想ですとかね、こう入ってるイメージでご覧いただければ幸いです。先日皇后陛下としては最後となるお誕生日のメッセージを発信されました。これを紹介するメディア各社、テレビ、新聞などなど、皇后陛下と呼ばずに美智子様と呼んでいる。西村光雄先生はこれはおかしい、言葉というものはとても大切なもので、ものすごく下世話な話で言うと、どんな若造のチンピラみたいなやつでも名刺にね、部長とか入ってると、あ、部長なんですかみたいにこうなってしまう。もちろん皇后陛下はお名前ごときで既存される存在ではありませんが、美智子様と呼ぶことでカジュアル感を演出しているのではないか、その先には皇室の存在を低く誘導していく狙いがあるのではないか、いやそれあります、私見ててもあります。私こう見えても昭和の時代から生きてるんですよ。そうすると昭和の頃はもっともっと天皇陛下はもちろん皇族の方に対する敬意というものがありました。それは天皇皇后両陛下だけではなく、皇太子殿下にせよ綾宮様とか範宮様とかにしてもそうです。今だって利宮様が愛子ちゃんでしょ。ちなみに私利宮様とお誕生日が同じです。言葉を奪うというのは侵略の一つの手口で、今 YouTube では名前を言ってはいけない、まあ中国です、中国、あの中国が今行っているチベットウイグルの弾圧、そのうちの一つの手口が
彼らの言葉を奪うということ、これを行っているんですね。そしてその言葉狩りは今インターネット上で行われている、とりわけ Facebook で行われていると西村先生は危惧します。マーティン・スコセッシ監督によるダライ・ラマ14世の半生を描いたクンドゥンという映画、この映画の中でチャイナ・イン・インベイディング、発音が怪しかったらすいません、インベーダーですね、インベーダー、侵略者、このチャイナ・イン・インベイディングということをFacebook で指摘したところ、Facebook はこの China in Invading という書き込みを Hate Speech! Hate Speech! と注意をしてきやがったそうです。これに対してカクカクシカジカと映画のセリフにあるんだと西村先生が反論すると Facebook からは OK! なんかね、よくわかんない返事が返ってきたそうなんですよ。つまり日本語をよく分かってない、どこかの誰かがヘッドピーチと大騒ぎしている可能性がある、あるいは Facebook の中にあっ工作員がいて、中国に都合の悪い言論は全て弾圧だという疑惑がつぶつぶつぶ。西村先生はこういう懸念を強く持っていて、それは私も共有します。まあ、言葉で言えば、かつて慰安婦というのは実際には諸々のご事情があるにせよ、春を塞ぐ人たちだった。さて、この春を塞ぐ、この言葉は彼らのフィルターに引っかかるのかなというチャレンジ。冗談はさておき、実際に戦争に行って帰ってきた人たちがいるとき、この頃は慰安婦問題なんて起きる余地がなかった。なぜならば、みんな実態、実情を知っているからです。その証拠として西村先生が挙げたのが、岡本喜八監督の独立愚連隊。この中では慰安婦というよりはまあ召喚ですね。そこでは日本人の女性も働き、その映像を見て思い出したんですが、独特の朝鮮なまりの言葉、これ昭和時代は結構あったんですね。ドラマとかでも出てきてた独特のイントネーションを使う女性が出ていました。独立愚連隊の中に出てくる朝鮮系と思われる女性は、その中で将来喫茶店をやるんだという夢を語っています。だから今画面向かってこちら側の人たちが先祖を盛り上げようとしている、人権も何もなかったような人たちというのは昭和時代には考えられない話だということです。そして平成に入ってから、こんな人たちの徴量ばっこを、事実上許してしまった。それがこの平成日本の敗北と全体主義の襲撃。続いて石井望先生のお話が私にとっては目から鱗の衝撃もの。尖閣問題の研究家なんですが、もともと民国というのは沿岸部をうろちょろしていただけで、一方我が国は当時朱印船貿易などで中国大陸の方に渡って交易をしていた。これ Google マップから撮った地図なんですが、ここが中国大陸で、沿岸部をうろちょろ、そしてここが沖縄本島で、ここが尖閣、朱印船がまっすぐ行くと、ここら辺の沿岸の都市部に到達する。つまりこうした地図で見ると尖閣諸島の地政学的な重要性というものが一目瞭然。私観光でここら辺にある宮古島とか久米島とかね、よく遊びに行ってたんですけれど、恥ずかしながらこうした全体像で見たことがなかった。漠然と尖閣諸島はここら辺だなと思ったんですが、そこに中国大陸、そして沖縄本島、ここを加えると、もうそりゃ使うよねって話。他にも各種資料からもう明らかに尖閣諸島は日本のものですよと説明してくれました。石井望先生は内閣官房でこの尖閣問題を扱っているそうです。こうした端々からですね、この国結構やるじゃんなんてね、我々の知らないところで着々とこうした事実を見つけ、いつでもやってやるぜ的な準備をしているのかなと少し心強くなりました。続けて岩田英也先生による平成と朝日新聞の歴史。まず平成元年、朝日新聞はあの KY3 号とかね、てめえんとこのカメラマンが KY って書いておきながら日本人がやったって、そもそも落書き見て何人かって分かるのかよって話で、結局地元のダイバーが俺は昨日までなかったよっつんでバレちゃった。その平成元年から一貫して朝日新聞は日本をディスり続けた。慰安婦もそうですね。
直近では盛りかけ、あるいは慰安婦を捏造でしたとね、バレちゃった件を海外にシッシッシッバレないようにするかのメタタグ、検索エンジン逃れとかね、もう一貫して朝日新聞は日本を貶め続けた、貶め続ける工作活動をしてきたんではないかと思われても仕方がないぐらい、同じベクトルで同じようなことをやり続けてきた。そして残念ながらその一部は成功してしまっている。いや、より現実に目を向ければかなり成功しちゃっている。この指摘はなかなか悲しいものがありました。最後の徳永真一弁護士はこちら側の弁護を受けることの多い先生で、今台湾の方で日本を訴えてやる、ざっくりと言うと今そういう台湾の方と連絡を取っていろいろな準備を進めているそうです。まるでどっかの国の慰安婦のような話なんですが、これが全然違う。今日本国政府を訴えようとしている台湾の方というのは元日本人です。日本人として戦争を戦った軍人さんです。それが今でもあの時日本軍として戦ったことは私たちの誇りだと。より要約すると、そんな私たちがいたことを忘れないでほしいと、そういう思いで今日本を訴えてやると準備されているとのことです。時が経つというのは残酷なもので、昭和時代あのナボナじゃなく世界のホームラン王の王さんが台湾人だということを、まあ、大体少年ならば知っていました。今これを知らない大人が増えています。それはすなわち日本と台湾の歴史もよく知らないという疑惑がね、疑惑であってほしいなと願います。そしておまけ、私もちらっとだけお話しました。それはいわゆるバーン祭り、これのあらまし、実際その時何が起こったのか、いわゆる抗弁権も与えられない、もう射殺状態でバンされた。アカウントが停止されて宮脇チャンネルがなくなりましたとさと。で、ただしバーンされる前より今は多くの皆様に見ていただいております。ニコニコ動画の皆さん見ていますか？フレッシュライブの皆さん、よろしくお願いします。アダルトの合間に申し訳ございません。 FC2 動画の皆様、これからもよろしくお願いします。そしてようつべ版、YouTube では先日8000名を超えたとのこと、本当にありがとうございます。これはネットの法則の消せば増える。そしてもう一つ説明をしたのは、マスコミ報道というのは基本的にフロー、流れておしまい、放送しておしまい、売っておしまいなんですが、ネット情報は少しずつながらもストックされていって、このストックされた情報は誰でもアクセスができる、集積された数多くのストック、これに触れることでたくさんの事実を、それも時系列で知ることが徐々に、そして確実にできるようになっている。これを知の民主主義と私が呼んでいたんですが、全く同じことを古田博先生がおっしゃっていたんで、古田博先生がおっしゃっていました。こうして我々は今知の民主主義を手に入れ、こんな人たちの報道しない自由を駆使した言論統制から今自由を手に入れました。ところがこれを邪魔するのがネットの言論弾圧、バーン祭りにせよ、フェイスブックの言葉狩りにせよ、今我々はこれに立ち向かわなければまたこんな人たちが支配する言論空間が訪れてしまう。そして西村先生がおっしゃったように、チャイナインインバイディングとかね、映画の説明をしただけだヘイトスピーチとか言われるものには徹底的に戦っていかなければならないと思う明治説の今日この頃でございました。ご視聴いただきありがとうございます。またの機会もお付き合いいただければ幸いです。なんと今回はあそこにいるワンコたちでお別れです。
安倍晋三完全勝利説というものが、赤が勝ち、ヤクザが撃って赤がいる。あの病気だってあなたに会えたから。